はい。今日はいろいろと精神的に元通りになってきたので、ちょっと収録したいなと思います。で、僕自身は新しい団体に所属することになりました。それはね、先ほど、別の動画で収録はしたんですけれど、で、それプラスで、僕自身は、かつて一人の YouTuber を育成というか、監修したことがあるんですよ。監修っていうのは、習慣の、こっちの方ではないぞ。ケージの中に、ぶち込まれる方の監修。習慣だ。それは、さておいて、前、炎上ガールこと塚西ミラさんっていう YouTuber、多分この動画、このチャンネルの動画を見ている人だったら、半々の人だったら覚えているかもしれませんが、あえてこの動画初めて見る人に言うんであれば、ざっくりと、説明すれば、で、昔あのね、あの、えっと、女性のビーガン YouTuber がいまして、本名は塚西ミラっていう人なんですけど、ミラね。塚西ミラ。で、その人はもう、2年前にもうね、YouTube の投稿も全部やめて、で、もう、動画も全部ね、非公開にしちゃって、で、最近ね、精神的に回復したのか、昔、オーストラリアでワーホリしていただいた経験があって、で、それがね、オーストラリアの、大規模火災云々の問題があって、Facebook とか Twitter に復活したわけですけれど、それはさておき。で、それと、オーストラリアの話と、僕が、今、所属をしている団体の話、何が関係あるか知りたいでしょ。で、マレーシア、インドネシアに、いろいろと勢力を拡大している、あるいは拡大していた、木材伐採、あるいは、油ヤシの企業といろいろ、あと、提携を組んでいたような、いろいろな、会社がね、最近はもう、いろいろとインドネシアとか、あるいはマレーシアの、法律が厳しくないになにせいて、もう、油ヤシを、の、あの、プランテーションを、拡大するための、土地どころがもう法律な制限がかかっちゃって、で、さらにその先目をつけたのが、今、オーストラリアね、山火事云々っていう問題あるんですけど、逆に、さらにこの先やばいのが、そう、タスマニア島なんです。で、タスマニア島の、樹木を伐採して、で、さらに、ボロ儲けをしようと、その中で、タスマニア島には、タスマニアデビュー、そういうこと言うんだったら、まず明日、ちょっとね、多摩動物公園行こうかなって思います。タスマニアデビルのふるさとを、とに生えている、樹木を伐採して、で、それがマレーシアでも、どっかしらの国の利益にするみたいなことをちょっと Facebook の情報でいろいろと見たわけですけど、で、さらにそれと塚西ミラちゃん何が関係するのって絶対言うと思う。で、僕自身はちょっとね、執着とはちょっと違う方向にちょっと語りを始めます。で、かつて、人の名前入るけど、ミラちゃんはもともとっていう言い方も変かもしんないけど、かつてタスマニア島の江戸のあのね、方でもワーホリをやっていたっていうのもあるんですよ。で、それプラス今、僕が今所属している団体、
ウータンの絵とホーレは、何が言いたいかというと、ボルネオ島と、タスマニア島、もう、これ以上、二の前に、すのは、まあ、防ごうみたいないとキャンペーンに、まあね、賛同しているっていうような感じなんですけれど、で、僕が何を言いたいか、まあ、僕自身はね、まあ、別の動画で、まあ、述べたんですけれども、アニマルライツの活動家ではないけれど、で、そのアニマルライツの経験が、まあね、今回の、まあ、何かしらのキャンペーンに役立てれば、まあ、それはそれでいいわけです。はい。で、あと、ついでに言っておきますけれど、今の時代、まあ、何かしら団体に、所属をしないっていう、ような、スタンスで、まあ、活動している人、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、例えば、ミラちゃんでも、まあ、都市坊さんでも、あるいは、まあ、一応誰でもいいですけれど、まあ、都市坊さんっていうのは、まあ、ピースラボの人ね。まあ、それはともかく、団体に所属するしないは、多分ね、アニマルナイツが云々とか、日本の企業が云々とか、そういうようなくくりで考えるよりは、多分、どちらかというと、アウトドアでもうちょっと、ね、なんて言いますか、もうちょっと汗水を流して、外の空気を吸って、緑豊かなところで、まあ、野菜育てるなり、木を植えて、まあ、なんか別の生き物の、住みかを守るっていうね、活動の方が、そっちの方が向いてるんだと思いますね。で、僕自身、アニマルライツ活動でも動物は、愛護活動であっても、まあ僕自身はそもそも環境保全と、一括り、あるいは絶滅寸前の、動物も救えるんだろうなっていうような軽いノリと、あるいは、まあ勉強会で、出会った、まあね、いろいろな関係者もまあ、いろいろと面白み、まあ人間味があって、ああ、面白い。まあ、たとえ動物園に反対であろうと、まあ話している内容がまあ面白いんで、そういうノリで入って、でそっからちょっとね市場を持ち込んで、まあ同情する人もいれば、なんだこいつ許せねえっていうような人もいたわけで、まあそれでちょっと折り合いがつかなくて、まあ後になんか 4HA とかリブとか、あるいはまあいろいろな団体と揉めて、挙句の果て、まあアニマルライツセンター、さらに一時期塚西ミラちゃんとも対立したっていうね。まあ人間はまあね、対立して言うはするっていうのがね、まあ本能でもあって、まあ少し理性を働かした上で、まあちょっとこれ反省すべきだなっていうようなことだと思っている。まあとにかくね、そういうような反省性と過ちを繰り返しして、まあ、生まれるのが、まあ、アニマルライツだったり、あるいは環境破壊行為への訴えだったり、まあね、まあ、人間は過ちを犯して、で間違いだと悟って、で、また過ち悟り、過ち悟り、まあ、ジグザグなのがいいんですよ。でそれを丸く抑えるのが、まあね、よく太極拳とかの、まあ、引用のやつね、タオイズムで、まあそれが国旗で例えるんだったら、まあね、例えば韓国の国旗の、まあ、真ん中の部分っていうようなね、まあそういう見方で見るのもまあありかなと僕は思いますんで、で謝るよりも、まあまずは行動っていうのがね、今のスタンスでございます。ではとにかく山火事云々の問題も、まあね、まあ、どっかしらの YouTuber の方が、まあ、いろいろとやってるとは思いますけれど、まあ、それはそれで、まあ、支援するなりでもいいですし、あるいは、ね、タスマニア島の自然でも、まあ、ボルネオの自然でも、まあ、それも良ければ、まあ、視聴者さんの、住んでいる、国の自然を見るのも大切だと思います。まあ、例えば、日本だったら、まあ、ね、まあ、沖縄だったら、やんばるの森でも、あるいは、富士山のふもとでも、まあ、どこでも構いません。そっから、
目を通して、まあ、物事判断するのが、まあ、健全でしょう。はい。では、これにて失礼します。では、登録したい人は、まあね、しても構いませんし、どちらかといえば、ある程度の自然観察をしてから、まあね、登録した方が面白いでしょう。では、アスタルエゴ。